NPO 法人札幌カラス研究会中村です。2020カラスの繁殖を語るシリーズ豊平川です。ここもブト君です。このブト君はね、川って右岸左岸ってあるんですけども、ここは今右岸を映してます。で、人間で言うとね、勝手に右岸だ左岸だ上流下流だとかって言ってるんですけども、カラスにとっては別にそんなことどうでもよくて、いいか安全に繁殖できるかできないかで決めちゃってると思うんですけど、ここのブト君はそれこそ右岸に作るときと左岸に作るときと、年によって変わります。で、今年はですね、実は今映してるところじゃないんですね。反対側の作ったんですけど、ちょっとここ川を渡るとなると一度地上に上がってですね、結構時間がかかってしまうので、ここでも作るということでここの木を移してます。で、ここのブト君はですね、ちょうどそのブト君の繁殖エリアがですね、ちょっと広場的な状態になっててですね、かなりいろんな人が別にいいんですよ、自由仕様なんでね、結構リラックスしちゃったりとかしてですね、中にはこう嫌がって豊平川だというのにまるで外区公園のようにですね、枝を振り回したり石を持っちゃう人がやっぱり見受けられるんですね。それで、何年前だったかな、7、8年前ぐらいかな、なんですけども、結構札幌市の方にも苦情が入ってです。なぜ札幌市に苦情が入るかというと、その、ブト君が栄翔指定でやって、ここ持ち主は国なんですけども、国で河川事務所、開発局の河川事務所が管理してるんですけど、その土地を札幌市に貸してるんですね。で、札幌市が公園化したり、パークゴルフ場を作ったりしてるわけで、その要するに札幌市が借り上げてる土地の方で作ったもんですから、札幌市に苦情が行くと。でも当然のごとくそんなね、取るとかそういう状態ではないので、札幌市が管理してるから札幌市の管理のやり方でってわけにちょっと豊平川の場合いかないので、基本的には河川事務所、開発局で、管理してるやり方に沿っていただかないと。野生動物のことなんでね、あくまでも札幌市はやっぱりどっちかというと野生動物のことも考えるんですけど、やっぱり利用する人間の方に重点を置いてしまう傾向が強いんですけども、それじゃちょっとね、やっぱり豊平川の場合それで収められないので、人間ももちろん大事ですけども、生息している動物たちの方を主に考えたいなっていう方針でやってます。で、当然ここのブト君も、ひなが落ちたことあったんです、実は。でもですね、1回ね、私知らない間にね、3羽いて1羽ね、捨てひなされたの後から聞いてすごいショックだったんですよね。それは別にこう、札幌市が悪いわけでもなく、河川事務所が悪いわけでもなくね、捨てひなは札幌市なんで札幌市が悪いんだろうって話にもならなくもないんですけども、札幌市は通報を受けて業者呼んだって、今とやり方変わんないですよね。そんな状態でちょっとひなを取られたことがあって、それは非常にかわいそうでした。でもそれ以降ですね、ないです。ただどうしても場所柄ね、ちょっと低空飛行あるんですけども、もう何年もね、看板もついてるし、ある程度浸透してくれてるのかななんて都合よく考えてます。なので、ブト君来年もね、頑張って繁殖して、ここ結構成績いいのでかわいいひな出してくれます。なので来年以降も頑張ってほしいなと思います。